皆さん旅ますでございます。今日はですねご紹介したいものがございまして、それはですねタックルボックスですね。はい、じゃん。はい、こちらはですね高橋製作所さんで注文をしました。カスタムスタンドエボという商品でございます。ちょっとねこの辺僕も詳しくないんであれなんですけど、このボックスはプラの、要は棚橋製作所のものではないわけですよね。要はこういうね金属パーツ、これもそうなんですけど、いわゆるカスタマイズ用品を製作されてらっしゃる棚橋製作所さんの方で、まあ一つのセットとしてね、作られたのがこのカスタムスタンドエボでございます。で、このカスタムスタンドエボというのがですね、このボックス1612サイズをベースにエキスパートモデルを機能性よくカスタマイズしたエボシリーズということで、まあ僕はエキスパートでもないんですけども、まあ、釣れない会のエキスパートとして、まあ、こちらのボックスを採用したというところでございます。今日はですね、まあ、このものをお見せするだけって言ってもね、もうこの持ってる方もいらっしゃるでしょ。せっかく旅マスとしてね購入しましたので、旅マスオリジナルカスタムスタンドエボを自分たちで作ろうというところです。ボックスの改造でございます。まず自分たちでできないところから棚橋製作所さんお願いをしました。それがこちらなんですね、はい、これっていうのは、ロッドスタンドになってます。でロッドスタンドはこのボックスの後ろにこうガチャッとつく感じになって、これはもうこのエボをね、買っていただくとついてくるものなんですよね。で今回何をお願いしたかと言いますと、このパーツの色です。はい、アルマイトシルバーカラーになっております。でなぜこの色かというと、タビマスといえば黒と白なんですよね、イメージとしては。だから、黒白でねちょっとお願いしたかったんですけども、ホワイトがなかったんですよ。じゃあ一番白に近いのは何ですかというご相談をねさせていただいたところ、アルマイトですというお話でしたので、じゃあそれでと。だからもうここすでに分かっちゃうんだよ。でこれカラーがね選べるんですよね。だから別に旅ナスだからこうそうしてくれたとかそういう話じゃないんですよ。もともとこのカラーリングっていうのは選べるようになっております。まずこのボックスブラックですよね、今これはブラックか、カーキで選べます。そしてこの問題のアルミパーツ、こちらもですね実は標準としては黒と赤の2種類2色選べるようになってます。別途ね2000円かかっちゃうんですけれども、2000円かけるとですねその色の種類が増えまして、パープル、ゴールド、ブルー、スカイブルー、グリーン、ピンク、6色増えるんですよ。でさらにその他っていうのはもうお問い合わせになるんですよね。アルマイトカラーっていうのはその他に入ります。そしたらじゃあ一回これをね取り付けしてね完成させてからこの仕様のねご紹介したいと思います。ちょっとお待ちください。完成しました。はい、さっきと同じ感じなんですけれども、ご覧いただきましょう。これが完成図でございます。はい、機能的な部分をご紹介しましょう。まずはもうロッドスタンドがボックスに取り付けられております。はい、基本的に本数は固定で3つでした。購入時ね、これが要はデフォルトです、はい、そしてこのボックスにもこの取っ手がねあるんですけど、取っ手が別についてきます。まあでも非常に持ちやすく、多分まあバランスが崩れるからとかねそういうものもあるのかなと思うんですけど、まあでも洒落てますよね。次にまた裏返しして、この下
ここもアルマイト、これがこういう固定する足に、風が吹いても安心で、実際にじゃあこれを開けるんですけれども、これがまあ結局何のためと、横開けなんですよ。こう開けていく、はい、こういうこと。通常これがなかったらこうなっちゃうんですよね。で、それを平行に支えるためのあ、まあ、これもデフォルトですね。ここまでが基本のカスタムスタンドエボで、使い勝手を良くするために各パーツをですね、棚橋製作所のホームページから購入ができるんですよね。その中で2つ購入しました。で、それをちょっとご紹介したい。はい、この2つです。開けましょう。梱包が綺麗ですね、なんかすごい丁寧。見えますか？1612って書いてあると思うんですけど、1612っていうのは最初に言いました、これボックスの大きさなんですよね。すごいよこれ、ここなんかペラペラじゃないの。いいビニールです、はい。で、棚橋ね、はい、こちら、ごめんなさい、なんか手跡ついちゃった。透明のケース、これはスライドケースになります。はい、これちょっと便利でしょ。だ、結局メインはルアーとかね、こうサッと入ると思うんだけど、例えばなんかリーダーとかね、細かいものがここに入る、これを購入しました。はい、はい、続いてこちらトレイシート、これはですね、うちそんな使わないと思うんだけど、あったら便利だなと思ったんで購入しました。はい、これはですね、まあこういうプレートなんですけど、ちょっとくぼみがあるやつね、もうまさにここ、はい、こんな感じ、まあ、これ要はここを平らにするっていう部分と、あとこれスポンジになってるんですよ。裏はちょっとかなりスポンジになってるんで、だからよくほら、すごい人とかがさ、ここに使ったスプーンとか、その日使ったやつとかね、刺していってるじゃない。まあそういう使い方もできるし、多分うちはそういう使い方しないと思うんで、極端な話これ裏返してもいいと思ってるんですよ。なんか小物、ちょっとしたものをね、置くとかでもね、ジュース置いたっていいと思う。テーブル代わりになればいいなと思って、これが、いわゆるファミマスが購入したタックルボックス、初めて購入しました。ベースとなるデフォルトのこのボックス、カスタムボックスね、カスタムスタンドエボが、トータルで26,800円。これがいわゆるさっき言ったこの金属部分がブラックか赤になります。で、プラス2100円かな、消費税入ると2100円プラスするとカラーリングを変更できるという仕様になります。で、まずこっちのスライド、これごめんなさい、税込みで2530円、そしてこのシートがこちらが税込みで1980円、計算はしませんが、トータルで2万5000円、2万5000円も、タイムズが2万5000円をかけること相当ないですから、高級品ですよ。ちょっと大事にね、使っていきたいなと思います。まあ最初に冒頭言いましたが、タビマスオリジナルにね、カスタマイズしたいというところで、じゃあどこをどうするかと、まあ、タビマスといえばです、ステッカーですよ。タビマスステッカーをですね、これ用にね作りました。ちょっとそれを先にご紹介しましょうか。まずじゃあどこに貼るかっていうところですね、このロットホルダー、通常ですね、あのブラックのやつはなんか棚橋って書いてある。今回これ塗装お願いしたらそれ消えてるんで、まあ、なしで上がってきた。こうタビマス3つね貼りたいと思います。はい、でそれをお見せしますが、こちらでいきたいと思います。はい、こちらですね。これ白地に見えると思うんですけど、実はこれカッティングになってます。ロゴだけがこれ、でまずこれを3枚、
こちらですね。これね、プラーノ。これはね、ちょっとね、話せるかわかんないんだけど、これ塗装じゃないと思うんだよね。多分ね、薄いね、シールが。これをちょっとね、剥がしてみます。で、その上で、綺麗になったところに、これもね、これ用に作りました。珍しい。こちら。こういう感じ。で、これ台紙を取ると、普通のステッカーっぽく見えるよね。だけど、このロゴが全部くり抜きなの。だから要はカッティングの逆バージョン。で、まあ、下地が黒なんで、この下地の黒を生かして、貼ります。はい。これをちょっとね、4箇所か。はい。ちょっとこの後やっていきたいと思います。完成しました。で、ちょっとね、変更点、くり抜きのね、白いカッティングステッカーをここに貼る予定だったんですが、もともと書いてあるあのプランが、どうにもこうにも剥がれなくてですね、カバルのカッティングなのか、ちょっと素材はわからないんですが、ちょっと剥がすことができませんでした。で、なんか削るしかないのかなっていう感じになっちゃって、削るのもちょっと、削らないくのも嫌だったのが新しいんで、まあ、ちょっと妥協案ではないんですけど、まあ、これはこれでいいかなと。今ちょっとショップでね、販売しているステッカーこちらを採用しました。はい。まあ、ちょっとね、色のね、感じが違うからなんか製品っぽいねっていう感じにはならなかった。では逆にですね、こちらカッティングシート、これいいよね。いいですね。もうなんか旅マスのボンって感じだよ。そう、なかなかいいかと思うんですが、皆さんどうでしょうか。こんなね、まあしがないね、YouTube チャンネルでもね、こう製品っぽくね、できるっていうかね、いい時代になりましたよね。本当にね、はい。だから今後はね、ちょっとこれを使って釣りにね、出かけようかな。あのちなみにもう1本セットとかね、ちっちゃいのもあるんですよね。うちは2人分のね、あれが入るんで、ちょっと大きめにしちゃったんですけど、まあ、もしね、ご興味ある方はね、棚橋製作所さんのホームページで、まあ、直接ね、問い合わせたりとか、まあ、丁寧にね、ご回答いただいたりしたので、アクセスしてね、見ていただければ。はい、で今回ですね、まあ、使用したステッカーこちらはもうすでにね、タビマスショップまで行ってますよね。で、こちらのカッティング、もともとカッティングシールって車用にね、ちょっと大きいのを以前販売させていただいてたんですけど、ここまで小さいのって初めて使ったんですが、これも、この小さいサイズでね、販売を予定にします。はい。なので、まあ、別にこのやり方じゃなくても、例えばお餅の何でね、買っていただくのもいいかなと思いますので、まあ、そんな数作れないかな。だから、ちょっと数量限定になっちゃうと思うんですけど、ご興味いただければね、やってみてください。今日はちょっとすいません、釣りの動画じゃなくね、室内で、すいませんでした。まあ、次回からはね、動画にもこれがね、ちらっと映るかもしれない。ぜひ楽しみにしてください。はい、あと釣り場でお会いした方、ぜひこれね、結構目印になるんじゃない？あ、タビマスさんだねみたいな。これはもう唯一無二だからね、僕らしか使ってないものだからね、その辺見つけたら声かけていただければと思います。そんな感じです。はい、今日はタックルボックスの、動画になりました。以上です。それじゃあまた。はい、それじゃあまた。それじゃあ頑張った。